魅惑の国カンボジアは、東南アジアの中心に位置し、アンコール王朝が築いた文化や芸術に優れた自然豊かな国です。現在のカンボジアの町や村には、人々の笑顔と活気があふれ、平和な世界が広がっています。1999年に ASEAN の正式加盟国となって以来、カンボジアの経済は急速に発展し、対外貿易や外国投資が盛んに行われてきました。安定した政治体制のもと、外資優遇政策を取るカンボジアは、今後も大きな経済成長が期待できる国といえます。また、カンボジアは世界で最も若い国の一つであり、実に人口の 65% が30歳以下の人々で占められています。この豊富な若年人口こそが、カンボジア経済の急成長を支える要因であり、特に製造業にとっては欠かせない貴重な労働資源となっています。シハヌークビルの日系工場では、労働者は真面目で、額に汗してよく働き、彼女らの顔には働く喜びで、いつも笑顔が絶えません。カンボジアで唯一の深海港湾を持つシハヌークビル州は、南部湾岸経済回廊の中心地で、カンボジアの工業化のための優れた立地環境を持つ場所です。シハヌークビルは美しい白砂の海岸や人跡未踏の島々、国立公園などの観光資源に恵まれたカンボジアで最も人気のあるビーチリゾートです。毎年多くの観光客が訪れ、ダイビング、フィッシング、クルージングなどのマリンスポーツを楽しみます。また豪華なホテルに泊まり、新鮮で美味しいシーフードを食べたり、夜はカジノやナイトクラブなども楽しめます。シハヌークビルは首都プノンペンから230キロ南西に位置した港町であり、日系製造業の集積が見られるベトナム南部のホーチミン経済圏とタイのバンコク東部臨海地域経済圏、さらに海を挟んでマレー半島のシンガポール、マレーシア経済圏とのちょうど中心に位置しています。このバンコクとホーチミンを結ぶ地域は、大メコン川流域圏における南部湾岸経済回廊として、道路ネットワークの整備や国境通関の簡素化により、インドシナ半島の中で最も開発ポテンシャルが高く、今後の発展が期待できる地域です。シハヌークビル港は、これまで日本の ODA によりコンテナーターミナルの整備と拡張工事が実施され、現在ではカンボジアの輸出入品のおよそ8割を取り扱うカンボジア最大の国際深海港となっています。シハヌークビル港は世界的なハブ港であるシンガポール港と香港港を通じて世界中の主要な港とつながっています。このようにシハヌークビル港はカンボジアにおける世界への窓口として、カンボジア経済において極めて重要な役割を担っています。シハヌークビル港経済特別区はカンボジアにおける新たな産業の拠点を提供する ODA 事業として、日本並びにカンボジア両国政府の協力のもと2009年に誕生し、2012年3月にそのインフラ建設工事が無事完成しました。シハヌークビル港公社、通称パスは、JICA による資金と技術支援のもと、これまでシハヌークビル港経済特別区の開発を行ってきており、今後もその販売と運営面で協力関係を強めていきます。シハヌークビル港経済特別区の魅力は、カンボジアでは初となる唯一の国際深海港に隣接した経済特別区であり、当経済特別区に入居する投資家は最小限のリードタイムと内陸輸送コストで原材料の輸入、製品の輸出が可能となります。もう一つのメリットはアクセスの良さです。シハヌークビル港経済特別区は陸海空の全ての交通インフラとつながっていることから、カンボジアで最もアクセスの良い経済特別区といえます。首都プノンペンとはカンボジアで最も整備された国道4号線により直結しており、
距離にして230キロ、時間にして4時間の地点に位置しています。またベトナムおよびタイ国境とも陸路で同じく4時間以内の距離です。さらにシハヌークビル港経済特別区はカンボジア鉄道南線の終着駅であるシハヌークビル駅とも隣接しています。現在 ADB アジア開発銀行の融資によりリハビリ事業が進められており、近い将来鉄道による貨物輸送も可能となることから、シハヌークビル港経済特別区内投資家はビジネス上大きな利点を得ることとなります。港から15キロ東に位置するシハヌーク国際空港の改修改善工事も終了し、2011年12月にこのシーサイド空港は再開されました。現在カンボジアアンコール航空がアンコールワットのあるシェムレアップとの間で週3便の定期便を運航しており、観光客に加えビジネスマンの往来も増えてきています。次にシハヌークビル港経済特別区に入居する投資家が得られる投資優遇措置について紹介します。投資家は適格投資事業 QIP の認可取得が義務付けられており、最長9年間 20% の法人所得税の免除が取得できます。特区内投資家は輸出税をすべて免除されます。また業種により異なりますが、特区内投資家は建設資材、生産設備、原材料の輸入税と 10% の付加価値税が免税になります。さらにシハヌークビル港経済特別区は国境から20キロ以内に位置する経済特別区のため、特区内投資家には簡素化された特別通関手続きが適用され、輸出入貨物の通関時間と費用が削減可能です。次に日本の高い設計施工技術により作られたシハヌークビル港経済特別区の施設を紹介します。SEZ センターはパスの SEZ 部と政府機関のワンストップサービスがある管理事務所で、事務所内には会議室、職業訓練センター、診療所、宅急便、銀行、そして貸し事務所などがあります。カンボジア初となる CFS コンテナーフレイトステーションでは、コンテナー容量に満たない貨物をコンテナーに詰め、コンテナー混載貨物を荷主別に小分けした後で保管し、搬送する専用設備です。特区内工場の輸出入貨物は、道路をまたいで隣接された港のコンテナーターミナルとの間で直接、かつ迅速に搬出、搬入されます。次に、経済特別区の中央部に目を移します。構内道路中央部、ロータリー横には、下水処理場があります。1日あたり最大2000立方メートルの下水処理が可能です。経済特別区の南にはメンテナンス事務所、浄水施設と給水塔があります。水源は地下水であり、生産量は1日あたり2000立方メートルです。この経済特別区は特区全体を排水口で完全に取り囲み、また構内には雨水排水路があるため、雨季の豪雨対策は十分です。さらに、シハヌークビルはタイランド湾の奥深くに位置し、かつ沖には数多くの島々も点在することから、気象、地理学上、台風、地震、津波、そして洪水などの自然災害から守られています。工場労働者やスタッフのための寮と外国人駐在員用のサービスアパートも完備しています。ថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុបានបញ្ចប់ការសាងសង់ហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតចំពោះក្រុមវិនិយោគិនទាំងអស់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុមានលក្ខណៈពិសេស3យ៉ាងដែលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសផ្សេងៗទៀតពុំមានទី1តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅជាប់ជាមួយនឹង
កំពុងផែសមុទ្រទឹកជ្រៅតែមួយគត់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដែលធ្វើឲ្យវិនិយោគិនក្នុងតំបន់នេះកាត់បន្ថយចំណាយក្នុងការដឹកជញ្ជូននិងពេលវេលាបើប្រៀបធៀបជាមួយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅភ្នំពេញឃើញថាមានការកាត់បន្ថយចំណាយក្នុងការដឹកជញ្ជូនក្នុងមួយជើងប្រមាណ230ដុល្លារបើគិតជាកុងតឺន័រសម្រាប់កុងតឺន័រ40ហ្វីតទី2គឺជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមួយដែលគូប្លង់នឹងសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនហើយដែលមានគុណភាពហើយនឹងបទដ្ឋានជប៉ុនទី3តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះមានភូមិសាស្ត្រទីតាំងល្អប្រសើរដែលពុំមានការបារម្ភទៅលើគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗជាពិសេសគឺគ្រោះទឹកជំនន់ដូច្នេះសូមអញ្ជើញចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំដើម្បីទទួលយកនៅអត្ថប្រយោជន៍នៅទីតាំងដ៏ល្អហើយនឹងគុណភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ល្អបំផុតនៅកម្ពុជាកម្ពុជាで唯一の新海港に隣接した経済特別区であるシハヌークビル港経済特別区は特に輸出向け製造業の投資家の皆様に大きな利益をもたらすことが期待されます。この機会にカンボジアから世界へのゲートウェイであるシハヌークビルにぜひお越しください。